もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日のレシピは骨を強くするきのこと小松菜の卵炒めです。それではレッツクッキング。今日の食材はこちら。まずはぶなしめじ1/2袋は根元を切り、小房に分けていきましょう。舞茸1袋は食べやすい大きさに裂いていきましょう。小松菜1/2袋は長さ4センチから5センチ程度に切っていきます。にんにく1/2かけはみじん切りに。続いてボウルに中華だしの素小さじ1/2、醤油大さじ1、みりん大さじ1を混ぜ合わせます。手早く味付けができるようにあらかじめ調味料を混ぜ合わせておきましょう。次にボウルに卵2個を割りほぐし、塩少々を加えて混ぜ卵液を作ります。フライパンにごま油大さじ1を熱し、卵液を流し入れ大きくかき混ぜていきます。菜箸でぐるぐるとかき回してください。スクランブル状になったら一度取り出します。ここは火を通しすぎないでふんわりと仕上げます。半熟のところがあっても OK ですよ。ペーパーでさっと汚れを拭き取ったら、同じフライパンにごま油大さじ1を足し、ニンニクを加えて香りが立つまで弱火で加熱していきます。そしてキノコ類小松菜を加え、火加減を中火から強火に上げて炒めます。ここで今日のポイント。キノコに含まれるビタミン D が小松菜に含まれるカルシウムの吸収をサポート。カルシウムが効率よく摂取できるので骨の強化に役立ちます。キノコに焼き色がついて火が通ったら、火加減を弱火から中火に落とします。卵を戻し入れ調味料を回し入れたら炒め合わせます。炒め合わせて器に盛り付けたら、こちらで骨を強くするキノコと小松菜の卵炒めの完成です。カルシウムが取れるので成長期のお子さんや運動習慣のある方にもおすすめ。調理時間10分のお手軽クイックレシピなので、朝食やお弁当のおかずにもおすすめですよ。皆さんぜひ作ってみてください。本日のキノコ図鑑、長野県中野市はえのきたきの生産量日本一のキノコ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ。ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしいきのこ、今日も